え以前オンラインサロンについてぶちめくけた便秘すっきり出たぐらいの解放感。実際オンラインサロン入ったこともない。今回入るつもりがない。えー、オンラインサロンに搾取されているバッカーインでも、お前らが必ず成功するたった一つの方法を教えてやろうか。今すぐサロン会員、解約が買い払ったつもりで貯金しろ。お前らの貯金額が成功の私だ。オンラインサロンもスパチャも同じだって、あーどうか暇人の言葉遊び吐き出す場所、ありがとう。えー、っと、あのね、オンラインサロンで、ね、一部成功してる人もいるんですよね。正確に言うと、あのそのオンラインサロンを開催してる人じゃなくて、あの、オンラインサロンの中でいいポジションを取れる人 あ,のある程度大きめのオンラインサロンになると、まあ、今はコロナ禍でやってないんですけど大体定期的になんかこういうイベントやるよみたいな。でそういう時に、まあ、みんな基本的にはそのなんかあの大学生上がりみたいな体力と時間はあるけど特に何のスキルもないですみたいな人なんですけどそういうところにあのイベンターの会社やってる人が入るとそのイベンターの会社を通してそのオンラインサロンの仕事が動き出したりするんですよ。 要はオンンラインサロンでやりたいですって言ってもじゃあその会場を抑えるとかじゃあそのチケットピアとかでチケット手配するとかっていうのがある程度ちゃんとした会社を通さないとできなかったりするんですよね。 でそのなんかオンラインサロンです芸能人ですって言ってもそこら辺の下回りわかんないので結局どっかのイベンターに頼もうっていう時にそのオンラインサロンに入ってるイベンターに頼んだ方がまああのメンバーの顔とかやりたいこととかもわかるから使い勝手がいいよねっていうので割と仕事の受注がしやすいっていうのがあってなのでそのオンラインサロンの中でイベンター業をやってる人でオンラインサロンからの仕事を受けている人っていうのがちょこちょこいたりするんですよ。っていうのがあるのでうまくオンラインサロンをその自分の仕事を増やすっていうので利用している人もいるのでなので全員が全員そうしてるわけではないと思います。